は、イタリア共和国トスカーナ州フィレンツェ県にある、人口約4万8000人の基礎自治体。エンポリーは、エンポリーと発音される。エンポーリと表記されることもあるが、イタリア語では、第一音説に、アクセントがある。アルノ川によって形成された平野の南側の、フィレンツェの約25キロメートル西南西に位置する。平野は、古代ローマ時代から農業に使用されている。 川を離れると、コムーネの領域は小高くなる。エンポリは、フィレンツェとピサを結ぶ、主要鉄道線上にあり、シエナへの路線の分岐点がある。エンポリは、農業の中心地として、現在に続く伝統があり、地元産アーティチョークの品種名にもなっている。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内のパイは、ピサ県所属を示す。エンポリは、 ローマ帝国初期には入植地となっており、紀元4世紀まで存続したことが出土品によって明らかになっている。アルノ川は農産物や地元製のアンフォーラの交易ルートとして利用された。4世紀のタブラ・ペウティン・ゲリアナでは、エンポリはインポーチュと呼ばれ、フィエーゾレとフィレンツェからピサに通ずるローマの道、ビア・クインク社の加工となっていた。エンポリはまた、ボルテンラのエンコに続く。 リアサローラ城にも位置していた8世紀以降エンポリは拡大して城を中心とする町となり、エンポリウム、またはエンポリスと呼ばれた。1119年にはグイーディ白領に併合された。1182年には町はフィレンツェの支配下となった。1260年、モンタペルティの戦いの後、エンポリではファリナータでリュベルティが フィレンツェの破壊に反対した有名な会議が行われた。後のエンポリは重要な要塞となり、そのために攻撃や略奪が繰り返された。1530年にはエンポリ陥落により、フィレンツェ共和国の自治に終止符が打たれた。エンポリには以下の分離集落がある。プロサッカークラブとしてエンポリ FC が本拠を置く。21世紀に入って以降は、 セリエ A とセリエ B の間で昇降を繰り返している。2017から2018シーズンはセリエ B に属する。ありがとうございます。